い、どうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回は4年ぶりにマイナーチェンジを行ったトヨタルーミーのターボモデル、こちらの試乗インプレッションをお届けしていきたいと思います。前回はダイハツトールの内外装、さらには NA エンジンの走りをチェックしてきました。ただやっぱり動力性能は不満に感じるところがあって、結果的にはターボモデルがおすすめだよという話もしていましたよね。なので今日は基本的なパッケージングを共有したルーミーのターボグレードに乗ってフィーリングの違いを見ていきたいと思います。その他にも前回お伝えしきれなかったシートであったり安全装備であったり、このあたりにも注目しながら早速乗っていきましょう。今回はマイナーチェンジを9月に実施したばかりのトヨタルーミーに試乗しています。今回乗ってる車のグレードとしてはターボモデルになります。カスタムの GT と呼ばれるグレードで、いわゆる一番いいグレードになってます。以前乗った NA モデル、これねやっぱり1リッターの排気量 NA っていうところでちょっとね加速感が物足りないとかそういうところがあったので、今回ね改めて、まあ、OEM 供給ですけども、トヨタのルーミーのターボモデルに試乗して、このパワー感であったりとか乗り味の違いっていうのをお伝えしたいなと思います。以前トヨタ車ではルーミーに加えてタンクっていうモデルもあったと思うんですよね。ただしマイチェンを重ねることで一本化されて、全てのブランドでルーミーが販売されることとなっています。個人的には今回のルーミートールシリーズの方がかっこよくて好きだなというのが、まずね顔を見た時にパッと思いました。で、内装の雰囲気とかはもう前回紹介した通りですね、少し青みがかった感じのインテリアカラーが入っていて、で以前のものよりもトーンダウンしちゃうということでモダンな雰囲気が展開されてますし、あとはセンタークラスターパネル、このあたりもピアノブラック調の塗装がされてるんですよね。で、今回のグレードに関しては205万円とわずかに200万円オーバーしてるんですけども、でもねこれ中身を考えると本当にコスパ高いなっていうのが改めて感じました。やっぱりダイハツがもともと開発してる車ですから、キーワードとして良品廉価っていうのがあるんですよね。だからこそ安くていいものが手に入るというところが、これね今回トヨタ車にも展開して、そこがしっかり反映されてるポイントだと思います。で、肝心の動力性能、ドライブフィールはどうなんだというところなんですが、まず走り出しの加速感であったりとか発進加速のところですよね。もうね全然違います。結果からお伝えすると、これはね間違いなくターボモデル買った方がいいです。私も買うんだったらやっぱりターボモデルだなと改めて思います。この余裕感っていうのはリッターターボならではかなと思いますし、車両重量は20キロ増えてるんですけども、でもエンジンスペックを見ると最高出力が98馬力、そして最大トルクが140ニュートンと、走り味的には断然ターボモデルですね。軽い、車の軽さがすごく感じます。こういう発進加速、このね、スムーズな感じ、そして余裕ある低速トルクっていうのがすごく味わえますし、いや、ちょっと高いですけども、ターボモデル買った方がいい気はしますね。もちろんターボモデルにもこうやってアイドリングストップついてますし、あとは復帰のバイブレーションも意外と少ないなというのが、前回のトールもそうですし、今回のルーミーターボモデルに乗ってもそれは感じるポイントです。そしてやっぱりマイナーチェンジ前から一緒のポイントとしては、この広い運転視界ですよね。すっきりとしてますし、あとは思った以上にダッシュボードからシートの着座ポイントまでの距離があるので、かなりねゆったりとした運転スタイルになるかなと思います。もちろんねアイポイントも高いですし、あとはやっぱり A ピラがこう分岐されていることで、そこの間にガラスがあると、コーナーを曲がった際であったりとか交差点なんかで歩行者が横断しているっていうのをすごく発見しやすいかなと思います。まあいかに運転が楽にできるかっていうのが、やっぱりこのハイトワゴンのポイントだと思うんですよね。それは軽ミニバンでもそうですし、こういうコンパクトワゴンでもそうですし、街中で使うからこそ運転がしやすいかどうかっていうのがすごく重要になってくるポイントかなと思います。少し加速してみますが、
静かですし、あとはリニアにスーッと加速していきますね。意外と踏み込んだ瞬間のレスポンスも悪くないです。思った以上にスッと車が前に出るので、ドライバーの感覚に近い加速感っていうのを得られますね。いや、やっぱりターボモデルだなと、これ乗ってよかったですね。もちろん売れてるグレードとしては NA の方が多いと思うんですよね。それはやっぱり金額差が10万以上あったりとかいうところで、普段乗るのにそんなに動力性能いらないよっていう方ももういっぱいおられると思いますし、だから NA の方が売れてるっていう事実はあると思うんですけども、まあ運転して実際に乗り比べてみると、やっぱりターボモデルだなというのが改めて思います。この力がモリモリと出てくる感じ、そしてリッターターボならではのスムーズな加速感、最高じゃないですか。前回の NA モデルのトールに試乗した時に言ったと思うんですけども、まあこの車はエンジンスペックを求めたりとか、ワインディングでガンガン飛ばすような車じゃないと言ったことは確かに言ったんですけども、でもこのパワー感を知ってしまうと、まあこっちかなと思いますし、戻れないと思いますね。どうしてもね、家族構成であったりとか、お子さんの成長具合に応じて車っていうのは変えていかなければなりませんし、どの車を選ぶかっていうのはそれこそライフスタイルの一つだと思うんですよね。このハイトワゴンを選ばなくてはいけないっていう状況下になってしまった時は、もうね、迷わずターボモデル買った方がいいです。特に車好きの方なんかは NA モデル買うと正直ね、後悔すると思います。金額差10万円でこの走り味の違い、なんで妥協したんだろうっていう日がおそらく来ると思いますし、まあ普通に考えれば車っていうのは5年7年っていうスパンで乗るのが定石になってますから、そのスパンを10万円で買えるって思ったら安いと思うんですよね。なのでおすすめはターボモデルです。前回のトール試乗した時も言いましたが、ブレーキタッチはやっぱりね、ちょっと甘いです。踏み込むとね、ぐーっと効くんですけども、ペダルタッチですね、初期の応答性っていうのが少しイマイチな感じは見受けられます。このあたりは街中で乗る車だからこそ、少しの踏みしろの部分、もう少し効きを強くして、でも扱いやすいペダルタッチ、これをね、両立できたら最高だと思うんですけども、トールルーミーシリーズに関しては初期の応答性が甘い感じはしますね。でシステムとしてはフロントがベンチレーテッドのディスクブレーキ、そしてリアがドラム式になっています。今回の改良ポイントの中にエンジンスペックであったりとか、ボディ剛性、さらにはサスペンション周り、これらは含まれていません。で、変わったポイントは最初にもお伝えしたように、内外装のリファイン、さらには機能性の向上、これ後でお伝えしますけども、そしてもう一つポイントとなるのがシートですよね。これ座って思ったんですけども、やっぱり軽ワゴンのシートと全然違います。で、後期モデルになったことで、この座面長であったりシート幅であったりというのが拡大されてるそうなんですよね。で、さらにサイドサポートの部分もより張り出しが強くなって、サポート性が上がってます。小柄な方でも、もちろん大柄な方でも十分ね、ホールド感のあるシート形状になってますし、このあたりは前期モデルのフィーリングを知らなくても、後期モデルに乗った瞬間に、あ、いいシートだなっていうのがすごく伝わってきます。そして乗り心地もね、結構いいんですよ。ここいつも通ってますけども、路面がね、こう少しうねるようなシチュエーションで、どうしてもどん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 した振動が室内に入ってくるというシチュエーションなんですが、意外とそれも抑えられていますし、やっぱりストローク量がしっかり確保されている分、ゆったりとした乗り味になってますね。で、サスペンションシステムとしてはフロントがマクファーソンのストラット式、そしてリアがトーションビームと、これも一般的なものになっています。でもこの乗り心地は本当に快適そのものだなと思います。もちろん運転手もそうなんですけども、こういう車はさっきも言ったようにファミリーユース、こういう方も非常に多いと思いますので、いかに乗員に不快な思いをさせないか、これがね、大切なポイントになってくると思うんですよ。そういう意味ではマイルドな乗り心地を実現しているっていうのは本当に正解だと思いますし、個人的にこの車を選ぶのであれば、ガチガチにもちろんしているよりは優しい乗り味の方がいいです。さあ、ここからは機能面のアップグレード、これをね、お伝えしていきたいと思います。
で、まず一つ目はブレーキホールド、これが採用されました。なので今メーター内にホールドのマーク2つ表示されてますけども、ペダルから足を離しても停車状態をキープできるという機能になっています。これはダイハツとしては2車種目なんですけども、まあトヨタ車ではスタンダード化しつつある機能かなと思いますし、私もね今ラブ4乗ってますけども、味わってしまうと手放せなくなること間違いなしかなというくらい素晴らしい機能です。そしてもう一つがヘッドライトにアダプティブドライビングビーム、これが採用されました。いわゆる高性能なハイビームアシストになっていて、これは前走車とか対向車のいるところだけを照射範囲として避けるんですよね。で、可変照射することで前方のハイビームで照らせる時間っていうのを通常のハイビームアシストよりも増やしているというところで、これが200万円クラスのコンパクトカーについているわけですから、もう褒めるべきポイントですよね。だってこれに関しては今私が乗ってるラブ4にはついてないですから、そういう上位クラスでもついてない装備が惜しみなく投入されたっていうのはおすすめできるポイントですよね。そしてあとは高速道路なんかを走った時に助かる機能、全車速追従型のアダプティブクルーズコントロール、これも採用されました。なのでこの三種の神器と言わんばかりに快適装備がアップグレードして、このトールルーミーシリーズの魅力度っていうのが倍増どころかもう3倍4倍増しになったかなと思います。前期モデル乗ってて後期でこれだけ改良してきたら、おいおいおいとちょっとツッコミを入れたくなるくらい本当に素晴らしい改良がされてます。まああとはそれに付随してというか、先進安全機能の面をお話しすると、スマートアシスト、これもブラッシュアップされて新しいステレオカメラが採用されています。そのことによって衝突被害軽減ブレーキ、これの対象物が拡大してるんですよね。自転車であったり車であったり、さらには夜間の歩行者も対応可能になったということで、まあこれはやっぱり街中を特に走る車だからこそ重要なスペックになってくるかなと思いますし、これがブラッシュアップされたっていうのも結構魅力度は上がってるポイントですね。正直気になったポイントとしては、このトールルーミンシリーズはステアリングの調整範囲、これがチルトしかできないんですよね。テレスコピックがついてないので前後の動きがないと、割と足元を普通のポジションに合わせたとしてもちょっとこの手先というか腕の部分が伸びるような感じはするので、これはテレスコピックあった方が良かったなとは思います。ただもっとひどい車ありますし、そういう意味で言うとまだマシな方というか、それにしても動力性能本当に余裕感ありますし、実は NA モデルとターボモデルの違いっていうのはエンジンスペックだけじゃないんですよね。トランスミッションのギア比も実は違っていて、 NA モデルよりもさらにハイギア度になってるんですよ。これどういうことかというと、ターボモデルは NA エンジンに比べてもちろんスペック上がってますよね。だから低い回転で力が出せるというところで、この美味しいところをより使えるようなギア比になってるんですよ。だから発進加速なんかの時を見ても、実際に NA モデルよりは低い回転で加速していきますし、上のギア比も低いので高速道路に乗るシチュエーション、こういうシチュエーションでもより静かに走れるかなと思います。まああと違いとしてはホイールのインチ数、そして扁平率が変わってます。で、NA モデルは145の 65R14 だったかな。で、今回のターボモデルに関しては15インチの 175-55R15 ということで、インチ数も一つ上がってますし、扁平率も 10% 落ちてるということで、気になるところとしては、乗り味が硬くなってないかというところなんですが、15インチになったからといってゴツゴツするような感触はないです。本当に微細なところで言うと、若干こっちの方が硬いかもしれません。でも体感レベルとしてはおそらく感じる部分はないでしょうし、私も乗り比べて思うんですけども、違いっていうのはほぼ感じません。ということでラストに燃費を見ておきたいと思います。今回はターボモデルということで期待はできないんですけども、果たしてどうなのかというところですね。今回の試乗だけでリッターあたり 13.5 キロとなりました。そしてこの車のカタログ数値を見てみると、 WLTC モードで総合燃費が 16.8 キロ、そして街乗りで 12.7 キロとなってますので、まあまあいい数字出たんじゃないかなと思います。
前回のトールはね、本当にすごいもう異次元の数値が出たので、あんまり参考にならなかったと思うんですけども、まあトルクに余裕がある分アクセル回動を多くしないで済むっていうのは、これ燃費貢献にも実はつながってるんですよね。もちろん燃料もレギュラーガソリンですし、なので個人的にはやっぱりターボモデルがおすすめかなと思います。というわけでトヨタルーミー試乗編はこれで以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。